決着をつける時が来たようですね。うん、ユミちゃん。正義と正義で戦い合うというのも思えば不思議な話ですね。でもヒバリたちの正義と決戦のみんなの正義ってなんか微妙に違う気がするんだけど。ええ、確かにそうかもしれません。バツイズバツ。悪は一切許さない。 それが私たちのスタイルって感じだし。でもさ、悪人の中にもいい人はいるよ。例えばはるかさんとか。俺ははるかがいいやつとは思えんがな。またそういうことを言う。ホムラちゃんは悪人だけど、私にとっては友達だよ。確かにアスカさんとホムラさんの関係を見ていると、 悪は一切許さないというのは、いささか極端な考え方のような気もします。悪にも様々な事情があることは理解できます。情を持って接することで改心する悪もあるでしょう。うんうん、そうだよね。ですが、理屈の通じない悪がいるのもまた事実。うん、それもそうだね。 全ての悪と話し合って解決していくというのか。例えば妖魔とも。うん、話し合うっていうか戦って分かり合うみたいな。その姿勢アスカさんらしいですね。悪さえも許して認める素晴らしい理想だと思います。しかし、 悪によって傷ついた人たちにも同じことが言えますか？っていうかさ、ケースバイケースでいいんじゃないか。許せる悪もあれば許せない悪もあるって。では許す許さないを決めるのは誰なのでしょう。私たちが勝手に決める決めべきことなのですか。え、それは。ごめんなさい。半蔵の皆さんを困らせようと思ってるわけではないのです。アスカさん、あなたたち半蔵の正義は太陽なのです。善も悪も関係なく全ての人を包み込みます。私たちの正義は月。夜に潜む悪を照らして無慈悲に撃つ。 同じ正義でも立つ位置が違うのです。ですが、そうやって正義を執行していくとユミさんたちが悪と呼ばれてしまう可能性もあるのでは。誰かがやらねばならぬことなのです。この世の義憤を力に変えて天が落ちても大義をなす。それが月仙の正義です。重いね。 ユミちゃんたちが背負っているものは。いいえ、悪を包み込むことこそ大きな覚悟が必要。アスカさんたちの思いの強さには頭が下がります。つまりどういうこと？どっちも正しい。いや、どっちも間違ってはいないということです。 もう少しお互いの信念について話していたところですが。うん、勝負しよっか。私たちは月と太陽、どちらが散ってもこの世界に光は残ります。ならば一切の悔いが残らぬよう、この命を燃やし尽くすのみ。皆さん力を一つに。でなければ 半蔵学院に勝つのは不可能です。はい。うむ。オッケー。やっちゃうよ。5人揃って月の正義を舞い叩います。
その甘さが勝敗の分かれ目だったかもしれませんが、私はアスカさんたちの甘さを否定しません。むしろその甘さが大好きです。ユミちゃん、うん、そう思う。実りも甘いの大好き。私たちの正義だけでは世界は殺伐としたものになるだけでしょう。 世界を温かく照らすのはアスカさんたちの正義です。そうだな、我もそう思う。ええ、戦ってみてそれがよく分かりました。私たちの正義は正反対だからこその。刀と盾だね。はい。戦う前にどちらが散っても この世界に光は残ると言いましたが、あの言葉は取り消したいと思います。私たちの正義はどちらもこの世界に必要、そう信じたいのです。そうだね、わかるよ、その気持ち。アスカさん、これからも互いに精進して正義の道を邁し進んでいきましょう。うん。 ゲッセンのみんな、これからもよろしくね。よろしくお願いします。 最高評価をいただき、恐悦至極に存じます。 決着をつけるときが来たね。はい、アスカさん、正義と正義で戦い合うというのも思えば不思議な話ですね。でもあたいたちの正義とゲッセンのみんなの正義ってなんか微妙に違う気がするんだけど。ええ、確かにそうかもしれません。バッツイズバッツ。悪は一切許さない。 それが私たちのスタイルって感じだし。でもさ、悪人の中にもいい人はいるよ。例えばはるかさんとか。俺ははるかがいいやつとは思えんがな。またそういうことを言う。ホムラちゃんは悪人だけど私にとっては友達だよ。 確かに、アスカさんとホムラさんの関係を見ていると
悪は一切許さないというのはいささか極端な考え方のような気もします。悪にも様々な事情があることは理解できます。情を持って接することで改心する悪もあるでしょう。うんうん、そうだよね。ですが理屈の通じない悪がいるのもまた事実。うん、それもそうだね。全ての悪と話し合って解決していくというのか。例えばヨウマとも、話し合うっていうか戦って分かり合うみたいな。その姿勢アスカさんらしいですね。悪さえも許して認める、素晴らしい理想だと思います。しかし悪によって傷ついた人たちにも同じことが言えますか？っていうかさ、ケースバイケースでいいんじゃないか。許せる悪もあれば許せない悪もあるって。では許す許さないを決めるのは誰なのでしょう。私たちが勝手に決めるべきことなのですか。え、それはごめんなさい。半蔵の皆さんを困らせようと思ってるわけではないのです。アスカさん、あなたたち半蔵の正義は太陽なのです。善も悪も関係なく全ての人を包み込みます。私たちが太陽？私たちの正義は月、夜に潜む悪を照らして無慈悲に打つ。同じ正義でも立ち位置が違うのです。ですがそうやって正義を執行していくとユミさんたちが悪と呼ばれてしまう可能性もあるのでは。誰かがやらねばならぬことなのです。この世の義憤を力に変えて天が落ちても大義をなす、それが月仙の正義です。重いね、ユミちゃんたちが背負っているものは。いいえ、悪を包み込むことこそ大きな覚悟が必要。アスカさんたちの思いの強さには頭が下がります。つまりどういうこと？どっちも正しい、いやどっちも間違ってはいないということです。もう少しお互いの信念について話していたいところですが。うん、勝負しよっか。私たちは月と太陽、どちらが散ってもこの世界に光は残ります。ならば一切の悔いが残らぬようにこの命を燃やし尽くすのみ。分かった、みんな全力で行くよ。ええ、私たちも命を燃やします。おうよ、派手に行こうぜ。あ、月仙、相手にとって不足なし。ひばり、頑張る。私たちは負けない、絶対に負けない。五人揃って正義のために舞い忍びます。
泉でしょ。いざ尋常に舞い散れ。時間がない。さあ撃たせていただきます。こっちだ。油断大敵。撃たせていただきます。こっちだ。危ない。さあ眠りましたね。させません。危ない。善も悪も関係なく、すべての人を包み込む太陽には、やっぱ懐の広さって大事なのかも。月と太陽じゃ大きさがマジで違うし。確かに月と太陽じゃ大きさは違うけど、地球から見たら月と太陽ってそんなに大きさは変わらないよ。どっちも大事な光だと思う。それに私は月も好きだし。アスカさん、ヒバリも月様大好き。太陽は所詮昼間だけの存在。夜闇を照らすことができるのは月だけだ。月がなかったら夜は怖くて外を歩けなくなっちゃうもんね。うん、太陽だけじゃ正義は守れない。ユミちゃんたちの正義も必要なんだよ。同感です。戦ってみてそれがよく分かりました。ああそうだな。私たちの正義は正反対でも、だからこそ刀と盾ということでしょうか。そう、そういうこと。戦う前にどちらが散ってもこの世界に光は残ると言いましたが、あの言葉は取り消したいと思います。そうだよ、私たちの正義はどちらもこの世界に必要なんだから。これからも互いに精進して正義の道を邁し忍んでいきましょう。うん、ユミちゃん、決戦のみんな、これからもよろしくね。よろしくお願いします。自分でも信じられない評価です。
ってこい。あやめ、舞い忍びます。舞い忍びます。いざ尋常に舞い散れ。
ざ聖火の宴に舞い散れ。イエイダンスよ。
知るがいい。甘い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 。そろそろ本気でいっちゃうよ。ビーレイ行くぞ。いっちゃうよ。わめくな、逃げられると思うな。命は大事にしなさいよ。人の夢は儚いのよ。わめくな、狩りの時間だ。逃げられると思うな。噛みつぶしで切らすな。おのれ、わめくな、押し通る。お姉ちゃんだし、当然よ。こんな評価をもらっていいのかしら。